ライブとは本当今生きてるって感じじゃないですかね。ラスト行くぞ。大原桜子さん、緊張すると思いますが一生懸命楽しく歌えればいいなと思います、うん、よろしくお願いします。秋の桜子のツアーっていうことで、秋桜でコスモスっていうで、まあ秋といえば食欲の秋っていうことで、じゃあデザートで考えたらタルト好きだなと思って、じゃあコスモスタルトっていうなんかこうちょっとつなぎ合わせて架空のスイーツみたいのを作って、ツアーまでに練ってきたものを、まあ、音楽に例えてそれをこう食べてもらうというか召し上がってもらうっていう、ちょっと長いんですけどそういう風なタイトルにしました。ツアーって自分のファンの方が見に来てくださるので、曲を多分知ってくれている方が多いので、みんなと一緒に歌うっていう、楽曲一つ一つ一緒に歌って楽しんでもらうっていうのは結構意識してましたね。曲の前にこういうフレーズがあるから、こういう、 こう手を一緒に上げて、よかったら一緒にこのフレーズを歌ってくださいとか、なんかこう振り付け混じりにこう歌詞も一緒に覚えてもらえたらいいなって思ってました。3歳ぐらいの時は本当にもう活発で、もうお腹すいたって泣き叫んで一口ご飯食べてお腹いっぱいみたいなうるさくら子って呼ばれるぐらいもうおしゃべりな子になっちゃって、でまあ小学校に入ってからももうなんかもう本とか読まないで、もうお弁当食べて3分後には鬼ごっこみたいな、本当にわんぱく少女でしたね。小学校の時にあのミュージカル何ってあるじゃないですか、あれの映画をあのちっちゃい時に見ていて、ミュージカル映画なので歌も入ってて、でそれを見た時にすごいいい曲だなと思って、でやっぱり英語なのでわからないので、それをカタカナに聞いたままをカタカナってこう紙に書いて、それをこう歌いながらなんか毎日歌っていて、すごい楽しいなと思ったのが多分きっかけですね。でも習い事はたくさんやってたかなっていう、歌、ダンス、バレ、ピアノ、おばあちゃんが入院してる老人ホームで歌ったりとかしてましたね。なんかカラオケみたいなやつでおばあちゃんとかが歌うんですけど、そこにでって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 入って歌って、おじいちゃんにでっかい声でママだって言われたのすっごい覚えてるんですけど何歌うの？それこそやっぱりおばあちゃんおじいちゃんなので、聞いてる方が乱れ髪を歌いました、美空ひばりさんの、はい。私は瞳っていう歌が好きなんですけど、なんか部活で頑張ってるのがすごい歌詞がそのままマッチしてて、試合前とかはいつも聞くようにしてて、僕もともとサッカーやってたんで、そういうので最後の最後まで諦めないとか、そういうのを聞くとやっぱ自分も頑張ろうかなって思って、そういうのがすごく身に染みます。あの曲は結構私的にはなんか同い年というか同年代の方に届いてほしいって思った曲で、やっぱりいろんな夢をこういろんな夢が見られるからこそどうしようって迷う時期で、でもそれって私も一緒だよっていう思い
応援ソングでもあり、でも変な話、私自分自身への応援ソングでもあり、だからみんな一緒だよっていうメッセージを届けたいなっていうのがありましたね。すんごい緊張しますね。やっぱりピアノってなんか独特の緊張感があって、なんか自分でコントロールできなくなるんですよ、指なのに。その緊張感がいい、なんかこう緊張感を会場に生んで、みんなが真剣に聴いてくれたらいいなっていうのはありますね。私もライブとか見に行った時に、なんかこういう風にやってねとかやられて言われると結構やる派なんですけど、ああいうことをこうなんか恥ずかしいからって言ってやらないよりも、やっちゃった方が楽しめるというか、なんかやる時はやりたいというか聴かせる曲は聴かせるけど、なんか楽しんでほしいコーナーは思いっきり楽しんでほしいなっていうのもあって、ライブってああいう盛り上がりを見ると、なんかみんな友達なのかなって思っちゃうんですけど、結構一人で来てる方とかもいらっしゃるので、なんかこのライブでみんなが仲良くなってくれたら嬉しいなって思ったりはしてますね。君を忘れないよが今回はやっぱり一番なんか届けたかったかなっていうのはありますね。なんかすごい本当に曲紹介する時とかはラブバラードっていうなんか大きな括りで説明しちゃってるんですけど、なんかその別に私はなんかそのラブがなんか男性と女性とかなんかそれに限らないことだと思っていて、友達同士もそうだし家族とかもそうだし、なんかそういう大切な人っていう、なんかそういう存在をこうなんか改めて意識するような一曲だなっていうふうにも思いますし、なんだろう、やっぱり歌詞を伝えたかったので、一言一言本当聞こえるように、でもなんかこうガンガン伝えるっていうよりも本当にすごくこう柔らかい曲なので、温かみっていうのをすごい大事にしながら歌ってましたね。ライブとは難しいですね。なんかそうですね、本当今生きてるって感じじゃないですかね。なんかやっぱ同じライブって2回も3回もできないですし、今っていう時間を生きてる感じですかね。でもなんかステージ立つ時のこう気合とかは、よし行くぞっていうのはなんか楽しもうねっていうよりも、よしっていうちょっと男前な部分っていうのはありますね。なんかジャンヌダルクになった気分なんかこうなんか会場のみんなを引っ張っていくような気分というか、なんか強い女になった気分になってますいやでも本当になんかこう元気ってすごい一言で言うと難しいんですけど、やっぱりなんか夢とか希望とか元気とかってそれこそなんか活力とか、なんかそういうことを本当届けたいなっていうのはこれからも変わんないと思います、はい、今と変わらず、はい、そうですね、前向きになれるような音楽を伝えたいですね。おはようございます。おはようございます。見てよかったですね。本当ですね。東京も晴れてる。12公演中1公演ぐらいしか降ってない。あ、そうなんですね、うん、晴れ女ですね。はいはいとか言って